はい、こんにちは。今回は2024年のね、時系医大の、数学の対策法について紹介していきたいと思います。毎年同じこと言ってますけどね、私ね、時系のね、病院にね、入院したことがありまして、その時の先生たちのね、温かさ、本当に今でも忘れられないんですよ。ぜひこの動画見てる人からもね、時系医大で先生になって、優しい先生になってほしいなってすごく思ってます。頑張っていきましょう。まず、時系医大90分大問4個、この3年小問集合がなしという形式に続いてますので、大問4個っていう形式で固定されたかなと思います。意外と合格点は高くなくて、2次の正規の合格最低点発表されているものが大体半分なんですよ。なので目標としてはこれぐらい取れればいいんだろうと思ってください。6割を目標とする。もう他の大学と同じですよね。でも仮に6割取れなくても合格のチャンスは全然あるということなので、まあいかに、難しいかっていうところですよね。問題のレベルとしてはやはり経緯だとか、日医であるだとか、その辺と本当に変わらないレベルですね。国立医学部受けに行く人たちも受けてることから、大体想定レベルはそれぐらいのものを想定しているといいんじゃないかなと思います。鉄板で出ると分かっているのは数三の微分積分および確率になります。確率もね、すごい簡単な年もあるし難しい年もあります。だから確率苦手って人もちゃんと問題読んで取れるところを取ってっていうふうに考えてほしいなと思います。微分積分計算量激しいなっていうこともあります。でもまあ必ず何かしら聞かれますからね。去年で言えばね、ちょうど定積分関数が出ておりました。なのでね、まあ今年は体積かな、それとも区分級積かな、ちょっとわからないですけどね。まあそういうのも対策してみてほしいなと思います。他に品質なものは何かっていうと、空間ベクトル、数列、そして、二次曲線、このあたりなんですよね。なんですけど、去年はですね、これに整数問題というか論理の問題というか、配理法とかを使う証明問題、このあたりが出題されていました。他にはね、空間ベクトルですかね、球面の方程式の話が出ていたりしました。ということで、じゃあそれを踏まえた今年の予想と考えると、まあやはり毎年と同様にこれとこれが絶対出ると思われますし、それ以外にはね、複素数平面の問題、去年なかったので、まあ結構重たいものが出るんじゃないかなと予想します。あとは整数系の問題ですね。教科書が整数載せてる最後の年になりますから、まあ整数のなんか作りためてる問題なんかをポンと出したりするんじゃないかな、なんていうふうに勝手に予想をしております。当たるかどうかは知りません。ということでですね、時系以来90分あるからと思うかもしれませんが、問題解いたことある人は分かる通り90分しかないんですよ。1問30分で解いてもなかなかきつい問題を4問ドドドと来られるので、本当に取捨選択をしっかりして、取れるものをしっかり取っていく、なんとか最低でも半分取ってプラスアルファ上乗せできればっていう入試になります。今の時期からで対策できることそんなに多くはないと思うんですけども、難しいものを想定してしっかり練習していくことが重要になりますので、しっかりね、過去問、そして類似する他の大学の過去問をやって、問題の難易度、そして時間があまりない中点数稼いでいく、この感覚をね、養いながら解いてもらったらいいんじゃないかなと思います。皆さん、優しいお医者さんになることを私ね、願ってますから、私の願いを皆さんはチャンネル登録といいねボタンでね、反映してもらえたら嬉しいなと思います。はい、ということでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。他の大学もね、対策法を紹介してますから、ぜひご覧ください。それじゃあ終わりにします。またね、バイバイ。